皆さんこんにちは、モータージャーナリストの岩瀬ルミ子です。夏真っ盛り、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年は暑くなるのが早かったので、もうすでに夏バテをしているという人もいるのではないでしょうか。今日のコメンテーターはそんな中いち早く夏休みを取られた桂真一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう夏休みを、いや、まあその結果ね、夏休みになっちゃいますが、はい、かみさんが、残ってるマイルを使って韓国へ行きたいと、あ、じゃあどうぞ組んでくださいってということでね、まあ、韓国行ってきたんですけど、はい、いやー、まあパワフルでねもう車なんか道5車線もあるしね、もうラテンの国の人のようにこう寸止めじゃないな、車の間をこうすり抜けて大型バスが行ったりね。ああ、韓国の車事情って今そんな感じなんですか。いや、もうね、見たことない車が、しかも思わずかっこいいって思っちゃうような、うん、素晴らしいデザインの車が走ってますし、要は日本とかにあまり出てない韓国車ということですか。そうです、そうです、はい、もうだから見たことない車ばっかりが走ってて、うん、もうそれもカルチャーショックだし、うん、その交通事情ね、5車線をこう本当にね、右へ左へ行く、その勢いもすごいし、はい、いや、パワフルでね、ちょっと日本見習いたいですねなんかあれですね、桂さん、夏休みと言いながらなんか目はやっぱりジャーナリスト視点なんですね。いや、だから、うん、本当にね、うわ、見たことないこんな車とか、カルチャーショックですよ本当に行くと。楽しかった。だから、私楽しい、はい、やっぱり車好きなんですね。あ、もちろん、さてですね、メールでメッセージをいただいていますので、ここでご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームともこさん、こんばんは。私は車の運転は好きだけど、知らない道だとドキドキパニクっちゃう。でも夏のドライブは好きな歌を聴いて楽しみたいな、ということです。まあ、知らない道っていうのは、うん、例えばその曲がり角から何が出てくるかとか、そういうこともあるので、はい、広い視野でなるべく遠くを見るようにして、その地形だとかね、まあそうですね、地形ですね、地形を見ながらこう行くようにすると、次どっちに曲がってるかなっていう予測が ついたりしますので、うん、ともかく広い視野で近くを見すぎないっていうことは重要だと思います、ね。スポーツなんかでもやっぱりこう間際ではなくて視野を広くってよく言ってますもんね。そうですね、うん、はい、そういうことです。はい、わかりました。とも子さん、どうもありがとうございました。他にもね、今ちょうど走っていらっしゃる方も、多くいらっしゃると思いますので、皆さんぜひですね、視野を広くとって安全運転で走行をしていただきたいと思います。メールまだまだ、募集をしています。アドレスは mw@interfm.jp mw@interfm.jp です。そうですね、車の中でどんな曲を聴いているのか、そういうことをね、どんどんいただきたいですね。はい、さて桂さん、今週はフランス車シトロエン C4 です。はい、フルモデルチェンジしたんですけども、うんうん、シトロエンというとどういう感じの車とイメージすればいいでしょうね。例えばですね、毛足の長い絨毯の上をこう歩いていくと、うん、その毛足をこう踏みつぶしながらね、なんかこうふかっとした感じがありますよね、はい、そういう、こう乗り味を持った車っていうイメージがずっと僕は抱いてますけどね、うんうんうん、シートなんかもすごくこうクッション性がいいですよね。そうですね、サスペンションもシートも、いいんですけども、例えばこんな部分もあるんですけどね、まあ、これ今までのシトロエンの音ですね。これがですね、これは一体、はい、ウインカーの音ですね。車内に響いてる音ですか。そうです。これ変えられるんですか。変えられるんです。でこれはウインカーですけど、例えば照明の色を変えたり、
あとエアコンに空調の部分にね、はい、まあ、香水をね使っていろいろ匂いを変えられるっていう、匂いというか香りかな、香り、そうで、うん、アロマ系のいろんなこう選べて、はい、エアコンの通風口からその香りがふわっと出てくるのもフランセお得意ですよ ね、 ね、シトロエンが、まあ、前からやってますよね、まあ、こういういろいろと面白いことをやってくるのがシトロエン、そうですね、うんうん、そうですやっぱドイツ的なものとは違う雰囲気がありますよね。なんかこう今のこともそうですけど、ほわっとしたイメージがあって、うん、イメージじゃないですね、実際にほわっとしてるんですけど、まあ、それに独特なデザインがあったんですけども、ちょっとね一頃は、ドイツの方向向いてるかなっていう時期があったんですけど、ええ、最近はそのこう奇抜なフロントマスクだったりしてたのを、まあ、戻してきたんですね、まあ、いわゆるシトロエンっていうと、そのダブルシェブロンって言って V をひっくり返したような、グリルのね上につくマークがあるんですけども、はい、そのダブルシェブロンも滑らかな形状に変わったし、そのマスク もう目の使い方、目でライトの使い方ね、ライトのデザインなんかも含め、シトロエンらしさを感じさせる、なんかこう柔らかい感じに戻ったのがすごくいいと思いますね。そうですね、女性の立場から言うと、うん、やっぱりドイツ車のこうカチッとした感じに対して、うん、やっぱフランス車のこうふわっと優しいちょっとセンスのある感じというのがやっぱり惹かれるんですよね。やっぱりこうエルメスにしてもディオールにしても、こうファッション関係でいいなって思うのってフランスだったりするんで。なるほどね、男性どうですかそのあたり。ね、いや実は僕C5 っていうこの一つ上のクラスのねワゴンを本当買おうかなと思ったことがありまして、むむ、フランス車ですけどね、それぐらい、まあ、デザインがまず気に入ったのと、それ自体はそのストロエン独特 のハイドロサスペンションっていうね、本当にふわっとした乗り心地があったのでいいなと思って買うところまで行ったんですよ。はい、行ったのに2センチ足んない。何に？うちの駐車場シャッター閉まんなくなっちゃうんですよ。それはダメでしたね。それはね、いちいち入るたびぶつけるわけいかないんでまあ泣く泣く本当諦めました。そうですか、はい、今回まあシトロエン C4 ということなんですが、ライバルはどのあたりというふうに考えればいいですか。まあこれC セグメントっていう言い方をするんですけども、例えばここにはですね、もうこうでっかい柱としてフォルクスワーゲンのゴルフがあるんですね。キングゴルフです。キングゴルフですね。で、まあ、日本車で例えば言うとカローラですとかシビックですとか、なんかちょっと雰囲気が違ってきますね、うん、まあでもサイズというかクラス的にはそういうクラスなんですね、ただヨーロッパ車は今もう衝突安全のことですごく、その全長はそれほど変わってないんですけども、横幅広がったっていうことで、例えばそのゴルフもそうですし、プジョーの308もそうですし、ルノーのルテシア、あともイタリア系にもねいっぱいあるんですけど、うん、そういうライバルがありますね。ありますね。じゃあそれに対してどうやったらシトロエン C4 って戦っていけるんですか。もうですからシトロエンって言えばというその乗り味のねふわっとした部分ですとか、そのデザイン的なところね、うん、そこで勝負だと思いますね、うん、日本人はこう受け入れられそうですか。うん、個性として、まあ、カチッとしたものが好きな方はドイツに行くでしょうけども、まあ、先ほどルミちゃんも言ったおしゃれ感覚のね、うん、そういうところで選びたい人は、車選びをしたい人は十分刺さるんじゃないですかね、うん、はい、でもなんかさっき桂さんちょっと日本の方向いてないところがあるっておっしゃってましたよね。あ、もう言っちゃっていいそこですね、エントリーモデルの方は、1.6 リッターの自然吸気エンジンなんですけども、それに組み合わされる4速 AT なんですね。で4速なんですこの時代に、で、まあ、フランス車全部他社も含め4速 AT といえば AT なんですけど、この 1.6 リッターで、まあ、パワーがあまりない車だからこそ、もっとその例えば6速とか多段化をしてエンジンのその非力な部分を補ってくれなきゃいけないので、日本は AT がありゃいいだろうっていうね、
その感覚で4速送られてもね困るんですよね。なるほどね、うん、要は今回のフルモデルチェンジで出てきたのが、まあ、4AT ともう一つあの 6EGS というのがありますけれども、はいはい、なんで4なんだと。そう、桂さんは怒っているぞと。まあ怒っちゃいないけど怒ってる。わかりました。じゃあその怒り具合をですね次のパートでお届けしたいと思います。桂さんでは早速詳しく、はい、どこを怒っているのかも含めて教えてください。そうですか。はい、C4 っていうのは、まあ、ファミリーセダンなんですけども、スタイリングで言うと、リアがハッチゲートの5ドア、はい、5ドアハッチという形ですね。はいはい、それで、エンジンとして 1.6 リッターの自然吸気と、まあ、その 1.6 リッター自然吸気が4速 AT の組み合わせ、でこれをセダクションっていうグレードになります。でもう一方が 1.6 リッターのターボチャージャー、うん、でこっちは6速の EGS という、まあ、シングルクラッチを電子制御が操作する、まあ、ヨーロッパの車たちが大好きな、はい、うん、そうですね、まあ、ヨーロッパ人が好きなんですね、これね。なるほど、うん、はい、でこちらがエクスクルーシブというグレードになるわけですね。はい、正解。はい、あのどのあたりがまあ細かく言うと変わってきたんでしょうか。まあ、デザイン的な話はさっきしましたけども、うん、あとステアリングがですね、あのごく一般的に、従来はステアリングのセンター部分がずっと同じ、なんていうか位置じゃないな、回してもですね、ハンドルを回してもセンターのステアリングだけは回らないで、ずっとその場にいたんですね。周りだけが回って、周りだけが手で握るとこだ、はい、っていう、その、非常にお金 もう重量もかかる部分をバッサリやめて、普通の、回るハンドルにしたんですけど。それ乗り心地的には変わりました、だいぶ。いや、それは変わらないです、うん、より一般的になったな、でもちょっとシトロエンらしさが薄れたかなっていうところはあるんですけど、はい、であとはまあ、セダクションについてなんですが、はい、4AT 今時なんだという、もうちょっと日本のことを考えろと。そうですね。これはね、まあ、上手い人が乗ってこそ4速 AT をうまく使えるんですけど、例えばその高速道路の、ね、合流していくときに思い切って踏み込んでいかないとうまくその合流するための車速に、ね、持っていけないっていうようなところがあるんで、ね、そこがこの4速 AT だとちょっとやっぱりね、トロイトロイ出ました、はいはい、そういうところが、まあ、先ほども言いましたけども、やはりその日本にあったオートマチックを入れてもらいたい、うん、でこれに対して、はい、エクスクルーシブの方はどんな感じですか。エクスクルーシブはですね、もうこれターボで、156馬力もありますから、それだけで十分なんですね。わかりました。ということですので、早速音声レポートをお聞きください。C4 のエクスクルーシブに乗り換えました。この車はですね、ターボがつきまして156馬力 24.5 キロ、もう全然踏んだ瞬間からですね、別な車かぐらい違います。それと、まあ、ロールの仕方もちょっと抑えられてるなっていう感じはするんですけど、まあ、シトロエンらしいこう柔らかさを感じられますね。もう全然いいな。あと今ちょっと路面が濡れてるんですが、さすがターボだけあって、こうコーナリングの旋回中からこう立ち上がりに向けてアクセルをこうじわっと踏んでいくと、少しホイールスピンしながら、まあ若干のアンダーステアといって車が外に膨らんでいこうとするんですけども、そこをですね、まあ、実にうまく、車両安定装置が効いて、車をこう失速させずに、失速っていうのはその制御が働いたことで車をこう止める動きではなくて、前に走らせよう走らせようというその制御の仕方なので、そこは非常にこう緻密に繊細にできてていいなと思いました。はい、桂さんのシトロエン C4 エクスクルーシブの音声レポートをお聞きいただいたんですが、同じ車なのにグレードによって評価も真っ二つですね、はい、車ってエンジンで変わるんだなっていう、その日本のような
ことですかね。そうですね、まあ、サスペンションとか、まあ、ロールの仕方とかそれはグレードによって違うんですか。はい、まあ、17インチを履いているのでタイヤがね、エクスクルーシブの方がエクスクルーシブは、まあ、それに合わせたサスペンション のチューニングの仕方だとか、まあ、もともとそのパワーもトルクもあるのでそれに合わせて少しそのダンパーをチューニングを変えてるとかっていうことは予測できるんですけども、まあ、先ほども言ってましたけども旋回中 その車の姿勢とかねその辺が非常にこう安定飛行にまとまってるっていうところはありましたね。エクスクルーシブの方がエクスクルーシブはもう一つ このセダクションの方はそうでもない、ね、セダクションは逆に、これねセダクションは本来はタイヤがワンサイズ小さいはずなんですが、僕が乗った試乗車はなぜかそのエクスクルーシブと同じ17インチがついてまして どうして俺にそれを乗せるみたいなね何でも僕だとスポーツ系にこうね親しく車仕様ばっかり乗せられちゃうんで、そのセダクションの方はもう少しもっとその言ってみればもっとシトロエンらしいこうまろやかな乗り味が出てるはずです。桂さん的には、はい、C4 を選ぶならどちらがおすすめ。そらもちろんエクスクルーシブでしょもうその言い切り方、はい今日番組でご紹介したシトロエン C4 の情報はインター FM の番組ブログに載せておきますのでぜひ見てみてくださいね。そういえば桂さんアウディが日本国内でもまた本格的にレース参戦を始めましたよね。そうなんです。先週ね富士スピードウェイで、スーパー耐久っていうそのレースが行われたんですけども、アウディのレースマシン、まあ、これニルブクリンクで散々抜かれた車なんですが、R8LMS っていうのを取材してきました。ちょっとその音を聞いてもらいましょうかね。もう魂が持ってかれそうなぐらいいい音がしてるそのねこれ5気筒の二重奏というかな、V10 サウンドなんですけど、はい、このお話は来週詳しく教えていただけるんですよね。はい、バッチリお伝えします。はい、さらにリスナーの皆さんにお知らせがあります。三菱自動車が9月4日の日曜日に東京三田にある三菱自動車本社のショールームで電気自動車でおなじみの iWeb の試乗会を行います。番組ではリスナーの皆さんを抽選で20名様ご招待します。この試乗会にはエントリーモデルの M、 上級グレードの G と2つのグレードの iMeeV が用意される予定です。なかなか体験のできない電気自動車のフィーリングを皆さんぜひ体験してみてください。当日は番組スタッフも現場にいますのでぜひ皆さんのご感想もお聞かせください。もしかしたらあなたの声がラジオで流れるかもしれませんよ。応募方法ですがインター FM のトップページの右下にあるiMeeV特別試乗会のバナーをクリックしてご応募ください。締め切りは8月12日金曜日、当選発表は招待券の発送をもって返させていただきます。そして番組では引き続き皆さんからのリクエストやメッセージもお待ちしています。アドレスは mw@interfm.jp mw@interfm.jp まで。桂さんは皆さんどんな曲を車の中で聞いているか知りたいということでしたので、ぜひそのあたりもお寄せいただければと思います。ちなみに桂さんはどんな曲を聴いてらっしゃいますか。まあ、ディスコですねもう六本木スクエアビルはねギゼでしょねペンタでしょ、もう上から下までね桂さん、はい、聞き倒しましたね、はい、遊んでた時代がバレます、はいはい、今日のコメンテーターは桂真一さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。来週もレギュラーコメンテーターの桂真一さんと一緒にアウディ R8 ファミリーについてお送りします。お楽しみに。ザ・モーターウィークリー、お相手はモータージャーナリストの岩貞ルミ子でした。